撃とかの中で、もう一つ別のジャンルなんですが、この声撃の中の一つがこの剣面になります。皆さんご存知かもしれませんが、面を一瞬にして変える技、その技術の高さや面白さから、今では戦撃の中だけではなく、こうやって独立して披露されることも増えてまいりました。面のですね、一枚一枚にちゃんと意味がありまして、男性、女性、動物の神様というのを表しているそうですので、ぜひその面の色合いですとか表情も楽しんでくださいね。また変面は現在その仕掛けなどは門外不出であり、中国の国家一級秘密に守られた中国の伝統文化財でもあります。これから皆様にご覧いただきますのは、中国変面四天王と呼ばれた姜鳳さんになります。はい、ぜひ音楽流れてきますので、一緒に大きな拍手を送っていただければと思います。さあ、それでは喜怒哀楽を表すという表情、そしていつ変わるかわからないスピード感たっぷりの変面ショー、お楽しみください。Yeah!